今、政府のある決定が話題に。取り組みが進むということを目標にするんであれば、3年5年あたりを目処にするということは可能ではないかと思っております。閣議決定した骨太の方針に盛り込まれたのが国民皆歯科検診。高校生まで義務付けられている歯科検診を大学生や社会人まで全員に拡大しようというもの。国としても歯の健康に力を入れる中、考えたいテーマが、なぜこんなに歯医者が多いのか。よく言われるのが、歯医者はコンビニよりも多い。データで見てもクリニックが多いのはもちろん、働く歯科医も10万人を突破。実際、都内のある商店街を歩いてみても、全長800メートルの間に6軒もの歯科医院が。とはいえ、そこまで頻繁に通うことも少ない歯医者。なのになぜそんなに数が多いのか。ネットでも疑問の声が続出。みんなそんなに虫歯になってるの？何のために歯医者がそんなにあるの？どうせホワイトニングとかで儲けてるんでしょ？ただ、歯医者の中ではこの増えすぎ状態を危惧する意見も。患者と歯医者のその需給バランスっていうのは崩れてきてる。歯医者って高収入なイメージってすごくあると思うんですけど、歯科医師今平均年収っていうのがだいたい600万とかな、それぐらいに開業してからやっぱりなかなか思うように経営がいかなくて閉院するっていうこともよく聞きますね。それでも歯医者が増え続けるという謎の現象。さらに歯医者の謎は治療方法にも。すごく迷ってます。SNS のフォロワー約40万人という自称日本一バズった歯科医、稲葉さん。歯科業界と一般人の一般の方たちとのなんか、まあ、かっこよく言うとなんか架け橋になりたいみたいなのはちょっと思いましたね。歯に関心がなかった人がどうしたらちょっと気に留めてくれるかな。やっぱ歯医者さんって怖い、行きたくないをちょっとでも変えたいっていうのがやっぱありますね。常に思ってます。歯医者を楽しく身近な場所に感じてもらおうと動画を通じて情報発信を続けてきました。歯医者さんは治療回数をこう伸ばしてるんじゃないか。保険点数っていうのがあるんですけど、まあ、1人の患者さんが1ヶ月あたり何点までにしてくださいねみたいなのが、まあ、ルールであるんですよ。で上がっていくと国の監査、まあ、指導みたいなのがあって、ある意味保険治療はルールに縛られた治療っていう風になってきます。言われれば意外と知らない歯医者の世界。なぜ詰め物は銀歯なのか。ホワイトニングにインプラントはどうして高いのか。治療の都市伝説からその先の歯科業界の闇に迫ります。ではゲストをご紹介いたします。動画で歯の治療の疑問について解説されています日本一バズった歯科医こと歯科ハミール東京統括委員長の稲葉翔太さんです。稲葉さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。みんなの委員長稲葉翔太と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いや、なんか稲葉先生のおっしゃってるあの歯医者に親近感を持った方がいいは言ってること正しいと思うんですけど、やってることと見た目の方向性間違ってる気がするんですよ。いや今日話して判断していただければと思いますのですよろしくお願いいたします。さすがですよね。さすがですね。やっぱりさあ、そしてもう一方、歯科業界の事情にも詳しい医療法人仁愛会理事長の今枝誠二さんです。今枝さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは。ありがとうございます。
さあ早速今井さんに伺ってまいりますけども、歯医者さんのですね、まあ、数クリニックですけれども、もうコンビニよりも多いと、そう考えたら本当に多い気がするんですけど、なぜこんなに多いのかお答えいただけますか。まあ、歯医者さんって、まあ、よく言われるのは儲かってるよねっていうのはよく聞かれる、ね、はい、聞くんですけども、うん、じゃあ実際どうなのかっていうところなんですが、うん、まあ、歯医者さんって大まかに言うと保険診療と自費診療っていうのがありまして、はい、まあ、保険診療っていうのはまあ虫歯の治療であったりとか、あとはまあ歯周病の治療、まあ、入れ歯を作ったりとか、まあ、基本的な治療、はい、ただ自費診療ってなると、まあ、新歯歯科、うんうん、まあ、セラミックを入れたりとかホワイトニングをしたりとか、あとはまあ歯を失ったところに、まあ、入れ歯ではなくインプラントを入れたりとか、うん、まあ、そういったものを自費診療で、じゃあ歯医者のまあ経営の中で、まあ、どれぐらい利益を上げていくかっていうことを言うと、まあ、どれだけ自費診療をやるかっていうところになってくるわけですね、はい、で、現在まあ歯科の中で保険診療メインでやってる歯医者さんってなると、うん、で利益率っていうと 25% ぐらいっていうふうに言われています、うんうん、はい、でまあ、そこから自費診療をまあ多くやってる歯科クリニックってなってくると、まあ、大体利益率ってまあ 30% 40% ぐらいになってくると、なので、まあ、一般的に考えて結構高い利益率なのかなとは思っています、はい、ただ、まあ、歯医者さんって患者さんが来ないと利益を上げれないわけですけども、うん、そうですね、じゃあ日本の中で今歯医者さんに通う来院される数っていうのがもうこの何十年あんまり変わってないんですね、うん、ただ歯医者さんの数、歯科クリニックの数っていうのは今どんどん増えていってますが、ね、うん、その決められたその数の歯医者さん、決められた数の患者さんを増えていった歯医者さんでこう取り合っているっていうのがまあ現状です。それでもなお歯科医をどんどん目指す、今10万人いるんですよね、はい、歯科医指数って。そうですね、それはどうしてなんですか。その、まあ、一番の原因っていうのがもう歯科大学が今はすごい増えすぎてるっていうところなんですよね。でそもそもその昔1960年代っていうのは歯医者さんって日本で不足してたんです、うん、で、まあ、ただ当時っていうのは非常にその食生活がそのまあ和食から洋食に変わり、その砂糖を含む食べ物っていうのをどんどん今その当時からこう取るようになって、はい、虫歯の数っていうのはどんどん増えてったわけです、うん、でそれに対する歯医者さんの数っていうのが少なかったと。でまあ、国がこれはちょっと歯医者さんを増やさなきゃいけないねっていうところで、戦後6つぐらいしかなかった歯科大学っていうのを今29個大学が増えましたから、はい、うん、まあ、それで毎年2000人ぐらい歯医者さんっていうのが増えてるんですね。量産される形になったと。でもう足りるんだけど大学そのままあるから、そうなん、潰せないので、なるほど、その歯医者さん定年がないので、定年がないそれで毎年2000人ずつ増えていく、はい、そういったことでもどんどん今歯医者さんが増えていってるっていうのがまあ現状ですね。稲葉さんどうですか、やっぱり競争激しいですかね今。そうですね、その状況からすると今井田先生が言ってた子どものことに関して言うと、やっぱり海外だと、やっぱり歯で例えばいい学校に行けたりだとか、就職が歯が綺麗だと優位になったりとかって、やっぱそういう文化があるので、だからやっぱり親が小さい頃から子供にお金をかけて、うん、で歯の状態を良くして綺麗に見えるようにするっていうのはやっぱり当たり前にやられてるっていうのはありますね。なるほど、はい、じゃあ業界としてもその美容とか美観の方にこうシフトするっていうかですね、可能性としても。そうですね、うん、はい、だから今子どもの矯正もですし、はい、まあ、マウスピース矯正とか今話題になってると思うんですけど、 すごい増えてきてますね、はい、ですからその辺になると急に数十万円の話になるんですよね。そうですね、ですからついついそういう話を、はい、したい。だから治療の世界でもそうですけども、はい、どういうかぶせ物をするかによってまさにピンからキリまでみたいなことになってますよね、うん、そうですね、もう本当に保険とかだったら銀歯の治療って1本4000円ぐらいなのが、はい、うん、今出てますけど、自費のセラミックになってくるともう10万円するので、もう10倍以上違ってくるんですよ ね、1本につきですもんね。1本ですよ。なんでインプラントとかこれだけ普及してきて必要も言われてるのに、やっぱ自費診療のままなのかなっていう、 あと高いままね、はい、うん、だから国 の例えば歯科診療に対する保険点数、要は虫歯治療
だったらまあいくらっていう保険点数ももう20年ぐらい実はあんまり変動がないんですよ。変えてほしい、はい、インプラントとかその中でだって材料とか機械とかどんどん進化してきてて、だって型取るのだって昔だったらこうガムみたいなやつぐにょーってもう私もいつも入ってもうすごい顔になっちゃうんですけど、今だったらもうスキャン光学印象っていうスキャンでもう全部取れちゃうんですよ、はいはい。だその機械1台いくらするかって、あれ1500万とか2000万ぐらいやっぱりするんですよね、はいはい。だからやっぱりどうしても自費のものだと高くなるっていうのはあります、うん。実際銀歯ももう例えば海外の他の先進国だともう使われてないんですよね、実は銀歯自体が。そういう知識もあまり今日本国民には広がっててないのかな、はい。そこがアップデートされないのは今井さんどうしてなんですかね。この業界として本来ならばね、その保険診療の方でアップデートしていってもいいはずな気がするんですよね、うん。ただまあ保険診療っていうのはまあ必要最低限のところで、うん、治療を行うっていうのがまあベースでの考え方だと思うんですよね、はい。うん、それでまあどうしてもその最新の医療インプラントであったりとか、まあそういったものまで保険診療で認められていくとどんどん医療費っていうのは上がっていっちゃいますから、やっぱりそこら辺うまくどうしても国としてはこう絞らなければいけないところなのかなと。保険診療の範囲とか20年変わってないっていう点数が、それは誰がその変えなさい、あの変えるのストップしてるのかっていうか、これ何がその障壁になって、私より多分今井田先生の詳しそうな内容ですね、そこに関しては。はい、どうしても歯科医とかそういったところでは毎年そのどうしてもその金属も今高騰してますし、あの銀歯作るのにも材料費ってすごく高いわけですよね。ただ保険診療の点数っていうのはそんなに変わらないと、なので、まあ、上げて上げてくっていうのはまあ厚労省に要望出すんですけど、ただどうしてもそこは認められない、厚労省で医療費の削減をしなければいけないというところのせめぎ合いが。医療費はあれですよね、医療費自体は歯科の医療費って上がってはきてるんですよ、年々。ただその総医療費、だから医科と歯科を合算した総医療費における歯科の割合っていうのはどんどん減少しているっていうのが、確か今 6% ぐらいで 2. 何兆とかなと。今その口の中の状況、まあ、健康が全身に関わりが非常にあるというのが分かってきてるわけですよね、その歯周病が進行することによって糖尿病であったり動脈硬化によるその心筋梗塞、脳梗塞、そういったリスクというのは非常に上がってきているのは、もうエビデンスが上がってきているわけです。なので口の中が悪い方というのはやっぱり体としては弱くなっていっちゃうので、なのでどうしてもその歯医者痛くなってから行くとか、あの調子が悪いから行くっていうのがまあ日本人あのどうしてもそういった考えがまだ根強いんですけども、やっぱりどうしてもその予防というところ、そういったところを増やしていくことでその全身の健康につなげていくっていうのがやっぱり重要なところだと思います、はい。ひろゆきさんどうですか。治療した時にその銀歯で治療した人とインプラントとかセラミックの人で寿命って変わったりするんですか。やっぱり銀歯だとなんでまあ海外で使われてないかっていうと、あの銀歯ってあの正確に言うとまあ金銀パラジウム銀合金って言って、まあ金と銀とパラジウムの合金なんですよ、ただパラジウムというのはすごいまあ有害っていう言われてて、まあそれが健康被害、あと今ひろゆきさんがおっしゃってたので言うと、やはり金属ってだんだんあの錆びてきたりとか、やはり劣化が起きてくるので、大体それは今あのエビデンスあるデータで5年ぐらいって言われてますね、約5年で劣化が起きてくるっていうのは、はい。その中あのまあ、その自由診療じゃなくていつも銀歯で、じゃあ銀歯にしましたっていうのでなんか寿命が短くなるとかがあるんだったら、それはセラミックの方もあの保険診療したらいいよねってなると思うんですけど、別になんか見た目の問題で別に銀歯で錆びてもじゃあまた直せばいいじゃんっていう話だったら、別にもう安いままの銀歯で十分な気がするんですけど。いや銀歯はもう、まあ、高い金払いたい人はご自由にどうぞ。いや、よくだからセラミックだとセラミックを勧めてる歯医者ってなんか金儲け主義の歯医者ってよく言われるんですけど、実際やっぱり銀歯とセラミックだと、セラミックの方がやっぱいいですよ、その後の予後とかは、はい。あ、そう、具体的に 何が違うんですか。要はその材料の劣化する速さだったりとか、ちょっと細かい話すると、そのセラミックを要は歯にセラミックをかぶせるわけじゃないですか、そうするとそのセラミックをつけるときに使う接着剤の方が、まあ、劣化が起きにくかったりだとかっていうこともあったりとかしますね、はい。
だからその劣化したとしても、じゃあ銀歯新しくしました保険適用で吸うのが全然安いじゃないですか。銀歯10回のが安いわけじゃないですか。まあ、ただ安さよりまあ健康被害もあるので、はい、だから銀歯の健康被害って具体的にあるんですか？あります、あります。銀歯をやっぱパラジウムがすごく有害なので、それによってそれをまあそれ1日2日だったらあんま変わらないと思うんですけど、それをやはり日々口の中っていうのはやっぱり冷たいもの食べたり、酸性のものとかアルカリ性のものいろんなものをやはり食べるので、それによって5年10年と使ってるうちに金属アレルギーを誘発する。平野さん、だから他の国では使わなかったりするっていうのはそういうことですよね。治療が銀歯だからセラミックだから、うん、このおじいちゃんは88歳で死にました、セラミックだから90歳ですとかっていう、その患者さんの寿命が伸びるほどの影響力があるのかって話です。治療回数がどれぐらい今後将来的に必要になってくるかっていうところですよね。その何回も交換しなきゃいけないってなった時に、うん、その都度歯って削んなきゃいけないわけです、うん、で治療すればするだけ歯っていうのは少なくなっていっちゃうんで、はい、じゃあ長期で見ていった時にどれぐらいその方のその歯が残るか、うん、でその歯が残るかどうかっていうところで健康がどう影響するかっていうところですね、うん、まあ、みたいなことで。そうですね、だからそのなんですかね、そこで言うと長期でいった場合に、うん、その虫歯動向と関係なく歯はどんどんなくなっていくわけで、80歳になるとどんどん残ってない人がいっぱいみたいな、うん、であれば別にもう虫歯そのセラミックだろうと銀歯だろうと大して変わらないよねって話じゃないですか、うん、だから僕寿命で決めるべきかなと思って聞いたんですよ。今国がやろうとしてるのはさらにやっぱセラミック銀歯の、まあ、論争ももちろんあるんですけど、それよりもまあ一番いいのは自分の歯じゃんというところなんですよね、うん、なので検診をやってもう虫歯とかなる前に予防していこうっていう新しいちょっとステージには来てるのかなと思ってますね、うんうん、はい、なのでそれでやっぱり効果があるんだよっていうことがちゃんと言えればね、うん、やっぱりじゃあここに国費をある程度みんなで分担してもトータルでみんなが長く働き続けられるよねとか、うんうん、ある程度医療費抑制につながるよねってことになれば、堀さんのご意見は分かりました。だけどそれはだからもう一回言いますけども、銀歯で最低4000円、重度の虫歯の場合セラミックで最低10万円と、4000円の3割は1200円ですと、だけど10万円の3割は3万円ですと、ですから簡単にセラミックもどうぞとはやっぱり言えないよねということだと、ボーンと跳ね上がりますよ、あの歯科だけの保険診療が。堀さんの意見説明すると、その日本人ってスペインの次に寿命が長い国なんですよ、うん、なので他の国が銀歯やってませんって言っても結果として寿命が長い国なんだから銀歯でいいじゃんが僕正解だと思うんですよ、寿命を見る限り、うん、なのでそのなんかそのトータルで見なくても全然うまくいってるじゃん日本の医療。なるほど。で歯科医療の費用も減らしてますと、 でも虫歯も減ってます、全然問題ないじゃないですか、うん、なんでわざと高くしなきゃいけないのか分かんないです。だからそこは選択の自由じゃないですか、やっぱり何を選ぶかっていうところなの、うんうんうん、ただ私たち歯科医師はなので自由診療は全然いいと思う、ええ、それを保険でやって税金でやるべきだっていうのは違うでしょって話です。まあ、そうですね、だからそのやはり今はそういう国の考え方ですもんね、いい治療は自費でやってくださいっていう風になってるので、うん、そこは私もそう思います、うん、さあそうした中ですね、うん、この話をぜひまず押さえておきたいのは良い歯医者さんの選び方ですね、うん、せっかくですからここはぜひともということで、今井田さんいかがでしょうか。まあ、良い歯医者さんっていうのは、まあ、どういったところが、まあ、腕がいいのかっていうところももちろんあるとは思うんですけど、ただどうしてもその治療方針というのは一つだけではないわけですよね。なので様々なその歯一本歯を治すためには様々なその治療方針というのがあるわけです。なのでまずその説明というところ、こういった治療法があるよ、これを抜くことによるメリット、この歯を抜くことによるメリットデメリット、まあね、すごく悪くなった歯どうしても抜かなきゃいけない歯もありますけど、うん、その迷うところもあるんですね、はい、抜くべきか抜かないべきか、うん、まあ、そこら辺をきちっと悩んで説明をしてくれる歯医者さんがいいっていうのは、うん、まあ、言えると思います。さっきの堀さんの話は私もそうあるべきだと思うところがあって、要はそれは保険診療と自費診療の差が大きすぎるってことだと思うんですよね。だから 堀さんが言うように適正価格なのかっていうことが一つだと思いますし、うん、1本4000円っていうのが3割だとしたらもともと1万円ぐらいなんでしょうということだと思うんで、なんで1万円と10万円の間に他に選択肢がないのかとか、うんうん、ここはどういうふうに考えたらいいか。だから、うん、そういう歯医者、うちだったらセラミックって4種類ぐらいから選べるようにしてるんですよ、うん、ですなので例えばなんか海外のすごいコストの高い材料のセラミックもあれば、はい、もう激安のセラミックとかもあるので、こう安いやつは安い価格で提供できる、松竹梅みたいな そうです感じではあるんですか。じゃあ手前のところを堀さんが言うようにね、保険診療にさっきのその後スペインの話、うん、今ひろゆきさんが言ってくれたので、うん、並走なんだと思って今調べてみてたら、うん、
スペインの保険の加入率って 20% ぐらいなんだけれども、うん、全体のヘルスケアに関してかなり国費を投入していて、それで、まあ、平均寿命がどんどん今上がってきていて、うん、割とこう日本と拮抗してますよねと。だからトータルでどれぐらい国費をこの国のこう航空ケアにも入れていくのかっていうのは、まあ私たちが生きながらえていく健康で居続けるには大きなテーマかなとは思います、ね、それはあれですね。ですから今話になっている国民皆健診ですね、うん、全員にまあ検査受けてもらいましょうと、まあ、早期発見ひょっとしたらその国民が負担する割合をその国の費用に置き換えていったときに、ひょっとしたらもっともっと日本人としてはもう少し健康でいられるような未来があるのかもしれない。今僕らが負担している個人で負担できるお金ってどんどん圧縮されているから、ひょっとしたらその保険診療の見直しっていうところにトータル設計でいけるかなっていうのは今の、検診だけでなく、まあ、ひろゆきさんとの対話の中でちょっと見出した点だなと思います、うん、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。